皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。皆さんこんにちは。ちょっとね、これ昨日入ったニュースなんですけど、どうやらね、井上尚弥選手のまた話なんですけど、5月6日に東京ドームでルイス・ネリと戦うと言われておりますよね。これがもう正式発表も直前ですね。もうあらゆる海外のメディアからはもう出てますね。発表されてますね。正式発表直前ともう言われておりますね。はい、それがだから正式発表いつになるんですかね。2ヶ月前にやるんですかね。ちょっとこれがわかんないんですが、もうこれだけ情報が出てるんで意外と早くやるかもしれないんですけど、ただアンダーカードとかまだ何も決まってないんでしょうね。だからまだそれもあるんで発表できないということですかね。そしてですよ、井上尚弥選手が、スーパーバンタム級で、ルイス・ネリとの4団体初防衛戦ですね。これが終わると、勝てばですよ。これまだ試合やってませんからね。これ勝てば、次の防衛戦が、ムロジョン・アフマダリエフと噂されておりますね。そしてもう、ムロジョンは、前回の試合でケビン・ゴンサレスに、挑戦者決定戦で勝利しましたよね。そこでもう待ってればこれ井上尚弥選手と戦えると言われているんですよ。現に井上尚弥さんからも、ルイス・ネリとムロジョン・アフマダリフっていうのは名前がもう出てるんですよね。井上尚弥選手の口から。だからもう黙ってれば多分おそらく試合できると思うんですけど、ネリの次の防衛戦ですね。ですが、昨日出たニュースによると、これいろんなところがもう発表、報じており、いるんですけど、ムロジョンどうやら、マーロン・タパレスに負けましたよね。予想外の負け。タパレスに負け。そしてタパレスが先に井上尚弥選手と試合をしました。統一戦で。そこでですよ、ムロジョンは井上尚弥選手とやる前に、どうやら、タパレスと、もう一回再戦をしたいと言いました。え？なんで？と思いました。もうこれ黙ってれば、ムロジョンは試合できるんですよね。黙ってれば、もうこのまま待ってれば、ルイス・ネリの次はムロジョン・アフマダリエフだと言われております。ただ自分の中でやっぱり井上選手とやるにあたっても納得できないものっていうのがあるんでしょうね。それっていうのが、マーロン・タパレス戦ですね。あの試合ね、判定で負けはしたものの、ちょっとあれ、自分が見ててもちょっとね、ムロジョンちょっと僅差で勝ちかなとは思ったんですよ。ただ、公式結果は、あれ、2対1の判定負けですね。それがですよ。ジャッジ2人はもう2ポイント差、もう1ラウンドの差で、2ポイント差っていうのは1ラウンドの差ですね。これで、タパレスを支持してたんですが、もう一人のジャッジが、なんとですよ、110対118、8ポイント差で、アフマダリエフにつけてるんですよ。これちょっと割れましたよね、だから。自分が見ても僅差でアフマダリエフかな、とは見えたんですよね。それはもう人によって全然見方は違うんで、これしょうがないんですけど。だからここ、アフマダリエフからしても、私が勝っていたとね、言うんですよね。そこで、タパレスに再戦で勝たないと納得いかないということで、これもうもしかしたらですよ。これ、東京ドームで5月6日、マーロン・タパレスと、ムロジョン・アフマダリエフっていうのが組まれるのではないでしょうか。これはもうね、もうネット上では噂されてますよ。当初ね、マーロン・タパレスと、あと、カシメロが東京ドーム、井上尚弥、ネリのアンダーで戦うとかね。そういう噂も一部浮上してたんですよ。ただ、さすがに、MP プロモーションの、タパレスとカシメロがやるなんてことはもうこれないですよね。絶対どう考えても。カシメロっていうのはもともと MP プロモーションで、喧嘩別れですね。結構、普通の喧嘩以上に揉めて、決裂したんで、これ二人が、
交渉をして戦うなんてことは多分ねないと思うんですよ。そしてね、まあその後日何日か後に、まあ、こういう写真出ましたよね。こういう画像が、これ提携の本田会長と MP プロモーションのギボンズですよ。これが東京ドームの視察に来たと、ギボンズが東京ドームの視察に来たと、はい、こういうニュースが一部で上がりました。いや、これギボンズが、 MP プロモーションのギボンズが東京ドームに視察って、 MP プロモーションの誰かがもう東京ドームの試合アンダーカード、井上ネリのアンダーカードに出るってことじゃねえかと、まあ、そういうことですよね。それで MP プロモーションで今このアンダーカードに出る選手って言ったらもうタパレスしかいないじゃないですか。まあ、タパレスとカシメロが東京ドームのアンダーカードに出るなんていうのも噂もあったのに、もうタパレスしかいないんですよね。そしてこのもしや相手がだからタパレスとムロジョ・アフマダリエフ、これ一致しますよね。アフマダリエフはタパレスと再戦がしてどうしても勝ちたい、まあ、これはタイトルかかってなくていいと言ってるんですよ。タパレスはもうチャンピオンじゃないんでタイトルはかからないですよね。だからこれ東京ドームのアンダーカードでムロジョン・アフマダリエフとバーロン・タパレスがもしかしたら来ますよ。なぜアフマダリエフはこんなことを言い出したのか、何かあったんですかね。ただ単に自分がやりたかっただけなのか、ただ単に決まって井上尚弥選手と戦うのにが決まってってもこれやるっていうのを、ムロジョンの、プロモーターエディハーンが許さないと思うんですよ。負け、まあ、タパレスに負けたりでもしたら本当にシャレにならないですよね。まあ、数億円入らないことになりますよね。だからこれエディハーンが許さないかなと思ったんですけど、これ決まるってどうでしょうかね。これちょっとまだ不透明なんですけど、まあ、そしてタパレスがどう思うかですよね、この再戦を。ちょっとね、これはちょっと何やら怪しい雲行きですね。だから東京ドームのアンダーにタパレスとアフマダリエフ来るかもしれませんね。いやー、ちょっとなんかこれもしですよ、もしこれでタパレスが勝っちゃったらどうなるんですか。タパレスが勝つと、まあさすがに井上尚弥選手ともう一回戦うっていうことはないと思うんで、もう井上尚弥選手が返上した後にタパレスは王座決定戦で、まあ試合が行われるということですよね、タパレスは。タパレスからして今ムロジョンとそんなリスクある勝った相手とまたなんで再戦やんなきゃいけねえんだってなりますよね。それ相応のお金ですよ。お金が入るならばやるということですよね。おそらくタパレスからしてもなんでまたやんなきゃいけないのってしかないですよね。タパレスはもう井上尚弥選手と戦って数億円入りました。そしてなぜまた勝ったアフマダリエフとやらないといけないんだってなりますよね。ただそれ相応のお金が入るなら話が別ですよね。だからアフマダリエフのプロモーターマッチルーム、これがだからお金を出すということですかね。ちょっとこの辺がちょっとどうなってんのか、詳しくというかまだ今は全く分かってない状況です。今だからこういう発信をしました、アフマダリエフが。 MP プロモーションのギボンズが東京ドームに視察に来た、これどう思いますか皆さんは。やるんですかね。やるならばこれはねもう主張を見込めますよね、タパレスとアフマダリエフ。自分としてはね、ただこれなんかタパレスの試合見たくねえなって思いますね。なんかちょっとつまんねえなって、また同じやつが再戦、もういいんじゃないかなこれやんなくてとは思いますよ。一体これ裏事情はどうなってんのか気になりますね。あ、これはねもう正式発表待つしかないですね。はい、どうなるんでしょうか。はい、まあ、とにかくね、まあ、続報もね待ちましょう。はい、まだねいろんなニュースが出てくると思いますよ。そしてこの東京ドームカードね、あのアンダーにやっぱり外国人の試合、まあロベイシー・ラミレスとエスピノサの再戦をやってほしいですね。ということでね、また続報入り次第こちらの方で放送していきますので、ね、皆さんチャンネル登録ね、あと X とね Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。